皆さんこんにちは、ファクトリーギア TV 工具好き。さあ今日はですね、こちらの商品、はい、ドンということで、ネプロスの鉄コン。まあもう今年のですね、話題になった工具で言ったらば、まあもうネプロスの中ではダントツ一番でしたね。まああの日本国内だけじゃなくて海外の方からもかなり注目された、まあ鉄コンシリーズですね。これね、鉄コンシリーズって言って、なんだなんだか適当にちょっと紺色に染めただけじゃないかっていうふうに思われがちですがそうじゃなくて、まあイオンプレーティングね、まあ NASA で開発された技術ということで、まあ耐摩耗性がすごく優れているやつなんですね。で、あの通常のネプロスの表面処理の上にそのイオンプレーティングしてるっていうことで、耐摩耗性をもう格段にアップさせたものということなんです。で、それで飯田君がさっき言ったらさ、じゃあこれヤスリで削ったら NBR3N になるんですよって言ってたけど耐摩耗性が優れててヤスリで削れるのかって言ったらうーんって言ってましたね、飯田君ね、はい、そうですね。で、よくわかんないけど、まあとにかく飾り物ではなくてガンガン使ってもらっていい工具だっていうことなんですね。で、これなんとですね、2018年年内で生産終了してしまうということと、あと元々の生産している数がすごく少ないのでとても希少だと思います。あともう一つですね、一般的にはこちら、この8分の3のラチェットセットということで、1、2、3、4、5、6個のこれちっちゃいけど8分の3ですね、はい。で、この6本がセットでしか販売できないんだけど、ファクトリーギアはなんと思い切ってこれ行くぞっつってバーンっつって、バルでも売っちゃえということで、一個一個好きなのを選んで買えるということなんですね、はい。で、これなんで打ちばらせるのって言ったら、頑張ってるだけですみたいな話で大丈夫かな。で、まあでも皆さんね、買いづらいので、これだって定価出たら8万8400円ですよ全部ね、はい。なのを一本一本ばらして販売するっていうようなことに今チャレンジしておりますと。で、こちらの、ね、ラチェット、普通は、これだけなんだよね、はい、単品で売ってるの ね、 そうですね。つまりこれ単品で買うか、これ全部で買うかっていう、非常にちょっと KTG さん勘弁してよっていう企画だったものに対して、ファクトリーが頑張って単品販売をしているということでございます、はい。で、さらにこれもバラで売るんでしょうね、ケース。そうですね、これバラで売ってないよね、世の中で、ね、売ってないです、この色は売ってない、売ってない、世の中これ、はい、紺色ちょっとね、バラで売ってないので、はい、貴重な箱なんですよ、箱のバラ売り。だけど、なかなかこれだけ買ってくれる人いない。いないですね。ということで、非常に売るのに苦戦しています。はい、なので、皆さんね、これもいいけど、これもバラでちょっと買っていただけると、残らずに、綺麗に販売できて、みんなハッピーということになるんじゃないかと、はい、いうことで思っておりますので、はい、これ本当は2018年の限定の、ラチェットだったんで、皆さんぜひ、ご検討いただいて、まあ、最後クリスマスプレゼントとかね、好きな人にへのね、何か特別なプレゼントということで、買っていただいてもいいんじゃないかというふうに思います。これ限定とか言ってまたこの後やったりしねえだろうな大丈夫かなそれでは皆さんさようなら。